はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、榊優也です。さあ、本日なんですが、診断で実装された謎、誰やねん、シンクロモンスター、覇王竜ザーク、シンクロユニバースというモンスター、皆さんご存知でしょうか。はい、まあ、お前誰やねんという話なんですけども、これ、まあ、ちょっとレベル12のシンクロモンスターになってまして、覇王竜ザーク名称を一応、モンスターゾーンに存在する限り持っていますと。でね、ペテラブゴーカーは自分のフィールドの、テキストは一応読むんですけど、全部大して強くないです。ペテラブゴーカーは、自分のフィールドの覇王剣竜 P か、覇王門 P をリリースすると出せるっていう効果。で、モンスター効果は、まず、チューナープラスチューナー以下のやめ属性 P モンスター対象で作れて、要は、汎用ではないですね。P モンスターがいるんで。で、このカードはモンスターゾーンにその中でザークとして扱って、このカードが戦闘か、戦闘で相手モンスター破壊するか、相手にダメージを与えると、自分のデッキ、エクサデッキ、墓地から、覇王剣竜を2体まで、守備表示で出せるよと。まあ、要はこれで一応そのモンスターがバンバンって増えるので、まあ、この2番の効果はまあまあ結構強いんですけども、ただやっぱ2体守備表示出してくるってのが弱くて、これ攻撃表示出してくれば、これ殴った後にバンバンってなんか覇王剣竜が出てきて、追撃みたいなことできてめっちゃ強かったのに、これ守備なんですよね、出てくんの。これがうんこ。まあ、効果は無効にしないのだけは優秀。で、3番目の効果でモンスターゾーンのこのカードが戦闘効果を出された場合に、P ゾーンに置くよと。まあ、要は、まあ、2番の効果でこいつが殴って、で、覇王剣竜出してきて、で、まあ、こいつがやられても覇王剣竜がいるから、またその P 効果が出てくるよっていう感じの、まあ、ぐるぐるするような効果になってるんですけども、まあ、基本的にはね、そんなに強いモンスターではないんですね。まあ、だからこそ、誰も使ってないっていう話なんですけども、まあ、今回はこれ全力で活躍させるべく、まあちょっとデッキを組んできました。で、このカード出すためにチューナープラスチューナー以外の闇属性 P って書いてあるんで、まあ覇王門系とかだったら出るんじゃないかと皆さん思うかもしれないんですけども、覇王魔術師系のデッキってね、意外とね、あの闇属性 P モンスタープラスチューナーってね、なんかね12になんないことがやっぱ結構多いのと、まあ要は7が多いからね、7とか、まあしかももともとその非チューナー側が光があるので、覇王の魔術師は。だから、まあ、闇属性といえば、まあ、覇王剣竜ダークブルームとか、になってくるんですけど、また魔術師とか、になってくるんですけど、要は、覇王竜ザークシンクロニーバースを出すときって、多分、444とか、になるんですよ。中内外の闇属性 P モンスター一体以上、こっちの、非中内側に闇属性 P を、要求するんで。ただ、これを出しに行く盤面で、444並んでて、中内プラス中内外で、ってなったら、多分ね、8シンクロしたり、エクシーズ4した方が、強くねっていう、まあ、状況が、起こり得て、要は、これを P デッキで出すって、あんましないんですよね。なんか、正直、これ出すよりも、なんか、他のモンスター出した方が強い盤面がめちゃくちゃ多くて、まあ、最初僕も覇王系のデッキで使ってたんですけど、これなんか微妙すぎんなってなって、で、なんかなんとかしてこのモンスターをこう出す、まあ、意味を見出したくて、まあ、どうやってやったらいいのかなって思った結果、これレベル12のドラゴン族モンスターシンクロだったんですよ。これで出るなっていう、赤き竜で、で赤き竜でが、出るのであれば、まあ、12シンクロを連打できるデッキだったら出るなっていうことで、今回持ってきたのは、ナチュルホルス。これカラミティが禁止になって、もう一気になんか弱体化を受けた、この非常に悲しいデッキなんですけど、カラミティがいなくなって、本当デッキのパワーはなんか100億分の1ぐらいになってるんですけども、まあ、それを、使うことによって、カラミティじゃなくて、赤木竜で後手だったら、ザークシンクロニーバス出すっていう、この動き、これをちょっとね、頑張って狙っていきたいな、というふうに思ってます。で、一応戦闘した後、出てくる覇王剣竜モンスターは、まあ、メインデッキにでもいいんですけど、エクサデッキからも出せるんで、エクサデッキから、クリアウィングとか出してきて、で、こいつがレベル8なんで、ホルスとかと一緒にエクシーズしたりとか、そういう動きもできますんでね。まあ、そういった動きでなんとかして、このモンスターの活躍をカバーしていければいいかなと、はい、いうふうに思ってます。はい、早速、ハオルザークシンクロユニバース、救済していきましょう。デュエル、スタンバイ。ハンドまあまあ強いんじゃないこれ。これはまあまあ強いでしょう。ちなみにこのデッキ一瞬で弱くなって草生えましたよね。カラミティさんがさ、あ、うららね。はい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 。これ打っちゃっていいかな。カラミティパイセンがいなくなって秒で弱くなったデッキ、筆頭候補ナチュルホルスなんですけど、本当に。センチュリオンとか来る前にカラミティ禁止になってセンチュリオン弱くなったとか言われてますけど、センチュリオンはね、実はね、まだね、シンクロモンスターがまあまあ強くてやれるんですよ、結構。ちょっとこれ一旦これいらねえわ。
あ、こっちの方がいいじゃねえか、どっちかっていうと。で、何がね、一番その弱体かけてるかっていうと、こういうね、なんかその要は十二シンクロを連打するけど、なんかセンチュリオンほどそのなんか継戦能力が高いデッキ、高くないデッキ、まあ、エフェクトベイラーまあいいわ、それはもう、あ、全然 OK です、了解。まあ、レベル8残れば別に何でもいいわ。これ本当はバランス行きたかったんだけど、まあ、別にレベル8残ってればそれはそれでいいから、あんま関係ない。で、イムセティの効果で、ナチュラルの新生児を補助食って、そう、これがね、要はね、レベル、あ、強いね。レベル、要は12のシンクロモンスターを連打できるような、まあ、ちょっとこれモルクリケットから言っていいね、これ、多分。エフェクトベーラーも、多分裏ラ持ってるから、これ多分無限効用とか、なさそうな気がするし、もうさすがに。で、引き継ぎで、これカノプスがコストになってるのがさすがにクソ強いといった話ではあるな。でカノプスの効果発動で、王の棺効果、違う、王の棺の効果使う必要なかったのも今いいや。でこれで、ナチュルモルクリって召喚効果増でモルクリ墓地送って、花出してで、花効果で、木送ってで木の効果で、回収してライオン回収からの一旦12シンクロしましょうか。まあちょっともうさすがにね、あのニビルとか持ってないと思うの、もう持ってたらごめんなさいなんだけど、ニビルケアするんだったら一応あれ出した方がいいんですけど、多分もうないでしょ誘発、これ甘えてるかな。まあ甘えてるっていう説もある。さすがにそんな3枚持ちされてたらごつご主義して、あ、ちなみにニビル打たれてもまだカノプスの守護者あるからね、これ言うてカノプスめっちゃ強くて、相手カード発動するたびに毎回毎回ホルス返ってくるんで結構強いんですよね。でカメリアで、これで赤き出して、はい、で赤き効果発動してランブル回収する。でランブル回収からの効果発動、レベル10に対象を取って、ブレイザー着地、ブレイザーぐらいしか出すもんいなかったんだよな、マジで。シグルとかブレイザーとかですかね、あと。で、まあ一応こっち出して、で、これで、いやー、これシグル入れてればな、シグルも出せるんだけどな、俺今回シンクロユニバースとかいう、枠食い虫にめっちゃエクストラデッキ持ってかれてんだよな。てかこれ絶対レベル2のさあ、何、ガンマ蘇生してバルネスした方が強いんだけど。バグだろこれ。これガンマ蘇生して、ガンマ蘇生してバルネスした方がよっぽど強いの、草。ちょっと、いや、このデッキはね、シンクロユニバースを出すって決めてるんで、こうしましょう。俺はその誘惑には負けねえ。で、一旦ちょっとイムシティ出しといて。で、これでエンドだな。で、カロプスの守護者で、まあ、ホルスたちはいっぱい戻ってくるみたいな感じですね。さあ、かかってこいよ。ちなみに、今回マスラオもいるから、マスラオのスリードローも入るかもしれないぜ。魔法トラップを使えばな。なるほど。まあ、ちょっとカロプスの守護者発動するわ。カロプスの守護者の効果。相手が、カードの効果を発動するために、自分の手札、墓地から、ホルスモンスターを特殊召喚する。過去、単位制限なし。まあ、一旦ハーピーでいいか。はい。こんにちは。ジャス、あー、サラマンぐらいとか、なるほどね。で、ちょっとマスラオで3枚ドローさせていただきます。うわー、3ドロー、強っ。強っ。何この3ドロー、この3ドロー犯罪だろ。なんて強いんだ、強すぎバロタ。この3ドロー犯罪でしょ、マジで。これ多分マスラオで引くカードの中で宇宙一強いんじゃないかっていう説あるな。赤き竜の効果使おう。もう赤き竜の効果使って一回12シンクロ出そう。いっけ、うわー、ハオリウザークシンクロユニバース爆弾、誰。さあ、せいぜいテキスト読むんだな。まあ、ちなみに書いてるテキスト全部弱いけどな。あ、全部弱いは言い過ぎか。まあ、今相手のターンではやることないけどな。相手のターンでは一切やることがないということは言っておこう。これガチで、これシンクロニーバース、シンクロニーバース出す必要ね。マジで。ガチで出す必要ない。うい。うい。対戦、ありがとうございました。
これシンクロユニバースいるってコメントしてきたやつ片っ端からブロックするわ。あーまあ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 悪くはないんじゃないですか。まあ G ガンマあるんで、まあ後手ハンドとしては非常にね、まともな誘発ほんとこのくらいしか入ってないからね。マジで残機かサラマンかマイニングサイ、あーオッケーサラマンね。いやサラマンも強いよな。まあそろそろデュエルストカップ開催されると思うんですけど、サラマングレイトとか全然マジ、あーうららオッケー、ガンマまあちょっと G は絶対に通させてもらいますよ。よし、サラマングレイトなんかは全然銀アイコンくらいいそうだよね。金アイコンとかもまでワンチャンあるまで、なんかパワーはすごいからサラマングレイトくんね、ありえそうな気がしてるんですけど、どうなんですかね。まあさすがにちょっと炎王とかいっぱいそのいて、炎属性系デッキはなんかヒーターで釣られちゃうからなんか弱いみたいな話もあるんですけど、サラマングレイトデッキ自体のパワーはね高いからね、まあ、ちょっと G 受けが悪いってのはあるんだけど、まあ、分回ったらまあそこそこのデッキだと勝てないからな、まあ、G 通ってるんでそんなやばい盤面にはならないと思いますけどね。結構ドローさしてくれたな。はいはいはい、サンライトウルフね。はい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 、了解しました。であれか、ロア回収してセットしてエンドみたいな感じなんかな。それとトガ姫まで、ああ行かない、なるほど OK です。まあ、ただこんだけ引かしてくれたのはありがてえ、さすがに。あーオーボ来た、ナイス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 、オーボはさすがにナイスです。でオーボの効果起動します、よろしいでしょうか。マクロ OK で、王の棺の効果を発動しまして、ホルス持ってきまして、ちょっとですね枠の都合で今回あれ入ってないんですけど、黒炎神いるとね結構ね強いんですけどね。まあいいや。で一旦ドローカードからのうらら OK です。了解了解了解。これ多分王の棺、これさロアってさ効果止めるんだっけ。次は、どこだこれか、カードが発動した時、なるほどカード発動とか効果は止められないんだ。じゃあ一応これが通ればワンチャンあるってことね。あーまあロアだよね。はいはい、まあもう一枚持ってるか関係ないわまあもう一枚持ってるか関係ない。 OK 了解し、了解です了解です。まあ、一応まあ愚かな服装打ちます。で服装打って新生獣で効果起動、これマッチュルモルクリケットでいいですね。もうね妨害多分相手ないですね。で王の棺爆誕させまして、効果起動しに行きましょう。で効果起動してハーピ落としまして、ホルスでモルクリ召喚する。はい、でモルクリ効果、これなんか相手の方が打点高いモンスターいっぱいいるんで、これ2体分裂するから、オケラからの花でいいか。いやまあ一応これあれだな、ナチュルビースト立てにいけるな。これ多分余裕あるからナチュルビースト立てにいける気がする。で新生児送る、新生児効果でライオン回収して、でですね一旦ビースト出しましょう。エクストラデッキから、ナチュルモンスターが出てくるとオケラがびっくりして墓地から蘇ってくる。こいつ召喚ムービーあったっけ。ああ追加されたんかナチュルビーストの召喚ムービーはまあまあの煽り性能あるけどな、まあまあの煽り性能じゃない、まあまあの煽り性能と言っても過言ではないが、でこうしてで春風打つ、あーやべやべ、ちょっとリンク先出しちゃった。まあいいや、いやそんなやばいカード落ちないで、あーオッケーオッケー、そんなやばいカード落ちないのでオッケーです。そしたらナチュルの春風打って自分の力モンスター蘇生させまして、ういで
特殊召喚します。赤気流出します。うい、俺で赤き効果ランブル加えるで、まあハーピー出します。こんだけやっぱ非中なあのレベル8用意できるの熱いけどな。このデッキカラビティ禁止だったらマジ痛えな。カラミティ禁止だったらマジ痛えな。カラミティいたら先やったのにあっちきしょ。マジで許さねえからな。マスラ出すでしょ。うえ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 、よし行くぜ。赤キレイのモンスター効果を発動。赤キレイのモンスター効果によりレベル12のシンクロモンスターを対象に取り、そのモンスターとはレベルが同じドラゴン族シンクロモンスターを特殊召喚。あらあれよハオリュザクシンクロユニバース誰。お前誰やねん。一応蘇生させて殴ります。これ足りてるかな、さすがに。はい、でバトルフェーズいきます。シンクロニバースで貴様のサンライトウルフを爆発、そしてこのモンスターが戦闘を行ったダメージ計算後、自分のデッキエクストラデッキ墓地から覇王剣竜モンスター一体を特殊召喚できる。あらわよ覇王剣竜クリアウィング。これ毎回あるわけよ。これなんで守備表示なんだよ。これなんで守備表示なん、どうしようマジで。これ墓地送りまーす。ウィー、これ足りてるな。これきた。これなんで守備表示なんだろうな。これ攻撃表示出してくれたら追撃できるんだけどな。この効果書き直してくんない、コナミ君。ああ、まあ割とトレードインが通りさえすればみたいなハンドではある。通る、トレードイン取んなかったら終わり。あーオッケー、通る、トレードイン取るのでか。一発トレードイン、もう一発っていいな。裏らなさそうなチェーンでしたねこれね。これはさすがに強いぞ。じゃあ強い。よし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 、これがガン回りが、オーブの赤液で、オーブの赤液効果、これもうでもホルスたち全員いってんのおもろいな。これちょっとですね、こいつ返しますか。でイムセティ効果ぶっこんで、まあ一応新聖樹かな。え、あー G か、 G かー、G か、 G どうすんのこれ。これあれだけどな、カノプスあるからそのまんまエンドもまあまああるけどな。まあ、一応ちょっとこっちから召喚するか。召喚してで、いやーこれむずい、どうしよう。これマジでこれ何にもドローさせずにエンド結構あんだよね。カノプスってさ、これがちょっと強くてさ、なんか増殖する G をぶっ込まれたとしても、これこっちでいいか。増殖する G をぶち込まれたとしても、なんかその一応そのホルスたちが全員出てきて相手のターンから展開できるっていうのはあるんですよね。いやこれ何にもノードローでエンドじゃね。シレクスがいい、俺様の最強ギミックにエンドだ。カノプスの守護者とかいう最強カードの実力を貴様にお見合いしてやろう。お前がカードを発動するために墓地からホルスモンスターたちがわら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 湧いてくるぜ。ホルスモンスターたちはね、あの他のカードがフィールドから離れるとなんかブチ切れるっていう。いや相手もホルスじゃん。さあカノプスの守護者の効果を発動。カノプスの守護者の効果によってカードを発動したため、相手がカードの効果を発動したため、ホルスモンスターが墓地からわらわら湧いてくるぜ。このちなみにこれにターン1制限ねえぜ。でもいいだろ、これ1枚のカードで2回効果発動できるの、くさ。強くね。さあ無限湧きしてくるぞホルスがよ、かかってこいよ。おい、よし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 。まあ一応12シンクロはできますね。12シンクロしに行くのもありますねこれ。はいはい、どうぞどうぞ、ご自由にどうぞ。ホルスの栄光いむせていいだろう。いやまあでもまあちょっと どうなんだろうね。これちなみに、まあ、一応一番やばいのがアーゼウス。
なんだけど、エクシーズモンスターで殴ってくる場合はホルス、あ、でもこれあれだな、カメリア花がいる状態だから花殴られたらやばいか、花殴られたらまあまあやばいか。ちょっと一回シンクロするか。シンクロして、ちょっと待って、魔法トラップカード発動して、これ先にシンクロしとかなきゃあかんな、これな。あ、G 今引いた、なるほど、 G 今引いた。まあちょっとカノプスの効果一応使っておきます。でも G は一応最小限のドローに抑えられてる気はする。はい、まあ、ほぼワンドローみたいなもんだね。 G2 回打たれたけど、増殖する G2 回打たれてほぼワンドローなの強いでしょこれ。こちらね、いやー、これ問題は、でもこれあとはアーゼウスでのまくられがやばいか。まあでもアーゼウスするんだったら相手のフィールドも全部ぶっ破するからまだいいか。どうだ、結構ね、あの墓地を送る効果には弱いんでね、あの全部を墓地を送るのは対象に取られない効果で、破壊されないので、ホルツたちは全員が今ね。あとちょっと魔法カード使ったから2枚どうするよ。あ、弱い、んー、ドローは弱い。王の棺いいだろう、王の棺の効果いいだろう、ホルスを墓地送るいいだろう、緊急テレポートなんかわけわかんないカードいっぱい入ってんのこれ。はい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 、いいでしょう、あ、いいでしょう、よろしい、いいだろう。金テレっていうことで、レベル3以下のサイキック属を特殊召喚するガスタの新鋭ピリカ、え、追い風、ちょ、わからん、これなんだこれ、どういうこと、ちょ、マジでしない、ガスタホルスガスタなんていうデッキあんの、ガスタガルド、ガスタガルドできた、はい、ガスタガルドからの、これロックシングルですか。あー、出た、アマケンじゃん、これアマケンね、これガスタモンスターが全部アマゾネスの騎士なみたいな、ガスタモンスターが全員なんかその戦闘ダメージを相手に肩からさせるみたいな効果あって、これアマゾネスの剣士なんですよね、これ実質。いやでも、まあ、今ガスタモンスターだからあんま関係ないんだけど、今ガスタモンスターだからあんま関係ない。ジアンデッドヴァンパイア効果、ちょっと待って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 、俺死ぬよこれ、待って、やばいや、まあでも一応1体は墓地に送れるぞ。王の棺効果、ちょっと待って、これはフィールドから墓地を置かれた時に発動できる。うわ、うっせえ、こいつはダメか。じゃあこいつはダメ、こいつは王の棺使っても結局リクルート入るから、これはダメで、いって、いった、くっそ、このアマケンヤマジやべえぞ、ちょ待ってくれ、お、死ぬこれ、もしかして、これは戦闘で返され、あ、これ大丈夫だ、これだから、これ王の棺でショルじゃん、で、そいつは何、やばい、同じやつだ、あかん、やばい、イムセティの打点が高すぎる、うわ、これ、守備表示だったか